え時、人事にしろ物にしろ変え時は難しい。一国の首相を変えるなどという時は無論大事になる。本当に変え時なのか、もう少し持たせた方がいいのか、周りも迷うし本人も迷う。本当は変え時ではないのだが、人心刷新という意味からは変えた方がいいなどという場合もあるから、変え時は本当に難しい。歯ブラシの変え時も難しい。一国の首相の話から突然歯ブラシの話になってしまって申し訳ないが、もう少し持たせた方がいいのか、もう変えた方がいいのかと迷う点では、首相も歯ブラシも同様である。僕は歯ブラシを新しいのと変えるときはいつも迷う。首相といえども歯ブラシを取り替えるときは迷うに違いないのではないか。自分の変え時と同様に歯ブラシの変え時にも迷っているはずだ。歯ブラシは使っているうちにだんだん腰がなくなってくる。こうなると歯磨きの効果が減退する。歯のためにはもうそろそろ取り替えた方がいいのかもしれない。このそろそろという時期の限定が難しい。そろそろにいつも迷ってしまうのである。明日あたりでもいいし、明後日あたりでもいい。はっきりダメになっているわけではないから、1週間先でも構わない。逆に今日今からでもいいわけだ。使っているうちにある日きっぱりとダメになるものだったら決断は簡単である。電球は切れたら直ちに取り替えなければならない。使い捨てのガスライターもガスがなくなればすぐに変えなければならない。歯ブラシはその点が実に曖昧である。そのうちそのうちなんて言っているうちに1ヶ月が経ってしまうこともある。腰がなくなるどころかブラシの先がバラバラになってきてもまだ迷っている人もいる。バラバラどころかブラシが全員寝そべってしまってもまだ迷っている人もいる。僕のことだけどね。これでも一応歯は磨けるから結論は一日伸ばしになる。もう磨けないか。もっと難しいのがひげを剃るカミソリの歯である。女の人にはわからないかもしれないが、男性はこの問題で毎日毎日悩んでいるのである。今はジレットとかシックとかの二枚刃を使っている人が多いが、これはいつまでもいつまでもよく剃れる。毎日使って1ヶ月使ってもまだ十分使用に耐える。この使用に耐えるという判定の仕方が難しい。人それぞれに判定が違うのである。確かに1ヶ月使い続ければ切れ味は落ちる。しかし剃れないわけではない。3ヶ月経って血だらけになりながらもまだ使用に耐えると判定する人もいる。僕じゃないよ。歯ブラシの場合はブラシが全員横になって寝てしまえば、いくらなんでも大抵の人は取り替える。カミソリの歯はそういうことがない。薬などには会社が決めた有効期限が明記してあるから、期限の切れたものは誰しも潔く捨てる。カミソリの歯の有効期限は各人が決める。1週間と決めている人もいれば3年間と決めている人もいる。1週間と3年間の差は極めて大きいと言わねばならない。カミソリの歯は昨日と今日の切れ味がはっきり違うということはない。ほんの少しずつ切れなくなっていくから誰もその差に気づかない。気づかないうちに5年経ってしまったということもありえないことではない。ありえないか。10日間で取り替えるという方針の人でも、その歯をいつ使い始めたか覚えていないものである。使い始めてからもう1週間経ったような気もするし、まだ5日ぐらいのような気もする。あるいはもう10日経っているのかもしれない。次回からはきちんと覚えておこうと思うのだが、いざ使う段になるとそのことをすっかり忘れているものである。そうしてまたどのくらい使ったか、もう変えた方がいいのか、もっと持たせた方がいいのか、毎日毎日思い悩むのである。みんなはどうやって歯の変え時を決めているのだろうか。
どうやって踏ん切りをつけているのだろうか。僕はいつも疑問でならない。大抵の人はなんとなくまだ十分切れる歯に未練を残しながら、そろそろだもんななどと言い訳しながら取り替えているのではないだろうか。普通の人のそろそろだもんなはだいたい半月ぐらいなのではないだろうか。ところが粘着質のしつこい性格の人にはそろそろだもんながなかなかやってこない。ケチな人にもそろそろだもんながなかなかやってこない。粘着質でかつケチ、こういう人にはいつまでなってもそろそろがやってこない。一枚の歯で一生持たせるなんてことにもなるのである。いやいや、もっとすごい人は孫子の代まで受け継がせるなんてなことを考える。親子三代にわたって一枚の歯で済ますなどというものすごい一家もいると思う。まさかこのジレットは先祖代々受け継がれてきた名刀ですなどと名刀のような扱いをして床の間に飾っておく一家もあるのではないか。まさか